今回のテーマは初めてのいちご狩り。美味しさに感動する子どもたちを紹介します。吉富町のえとちゃん、初めてのいちご狩りに挑戦しました。自分で見つけた大きないちごをパクリ。おいしい。おいしい。足踏みしながら堪能するえとちゃん。おいしい人。いちご狩りって最高。次はこのいちごにしようっと。福岡市の葵くんもいちご狩りを体験。初めていちごを丸ごと食べてみます。上手に食べられるかな。なんだこの美味しさは。よっぽど美味しかったのか無心で食べ続ける葵くん。手と口が止まりません。いちごってこんなに美味しかったの？僕もっと好きになったよ。